はい、ということで、昨日のね、結構、コメント、先ほどのね、動画で話してよかったということですけど、コメントね、ウルティメイトノブさん、いつまでも悪口垂れてなんか不愉快だわってことで、ね、それがね、全部振りなんで、見ていただければと思います。やっぱちょっとわかんないっていうか伝わらない人はいるんだね。もうちょっと伝えていきたい気持ちはある。いろんな人に。吉翔さん、すまん、おもろいということでね、笑ってんじゃねえっていう気持ちだけどね、こっちからしたら。まあ、笑ってもらってありがとうございます。まあ、こんだけね、クソガチャっていうか、ガチャの確率がクソで、まあ、あとは笑ってもらう以外の、こっちの得はないからね、まあ、笑いにしたという感じですけども、まあ、笑いになってるかどうかは、まあ、受けてる次第なんだけどね。うん。イーグルボックス4さん、仕事してないのということで、ちゃんは仕事してません。グヘヘマンさん、ベンズマわらわら来たーと言って、いや、自慢してくんじゃねえと。サブロー鬼スズメさん、贅沢言い過ぎだろ。そんなに黒なんて来るもんじゃないと思うけどね。そうなんですよ。そうなんです。松下春樹さん、442のリトリートなど、相手がリトリートしてくる相手から点取るにはどのような方法がおすすめですか？誰でもいいので教えてくださいということで、リトリートなんで、早いカウンターとかもね、カウンターとかでは点取れませんから、もうクロスとか、クロスをまず上げましょう。で、クロス上げて、あ、サイドクロス上げてくると思ったら、クロス守備をね、固めてくるんで、そしたらクロスと見せかけて、パスを繋いで中、で、ペナ内で繋いで、パス、あ、シュート、みたいなことがね、いいと思います。特にね、こう、ゴールがここにあったら、この辺のやつに、ちょん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 、こっから大礼でコンカ。これが一番最強。まあ、ズドンでもいいんですけど、大礼で、そしたらね、こいつにパス出した瞬間にキーパーが、ググって動くんで、ここのスペースが開くんで、ズドンなり、コンカなりが入りやすい。まあ、俺はコンカ打ってるわ。距離次第だけど。距離が遠かったらズドンにするけど、ペナ内とかで結構、あれこれ多分、緩いシュートでも、追いつかんわーっていう時は、コンカでズドンって打ってますね。間取りじゃん、わらわらってことで、引き屋敷深夜さんかな。これ結構ね、やっぱベランダ好評だったみたいですね。ベランダにね、まあ、うちのチームではちょっと使えないでしょうけども、感謝という感じでございます。まあね、こういう風にね、ネタ動画たまに上げていきますんでね。だってさ、ガチャお金さ、1万円使ってさ、何も出なかったなんて、何の得もないじゃん。それ動画にしてみんなに楽しんでもらうぐらいしないと、俺は納得できんわ。ということで、今日も、さっきの試合、アホみたいなので引き分けちゃいましたんで、今日は真剣にいきたいと思います。あ、これ振りじゃなくてね。はい、ということでやっていきましょう。まさかのね、5連勝目。あれでね、ちょっと、しかもね、チーム力1900なんで、あっちが。まあ、ほぼ1000近い。あ、やばい、GP 使っちゃった。1000近い、2700ですからね、こっちは。800 ぐらいの差がある相手に、まあ、負けてしまうということで、まあ、そういう時もあるんだけど、何が嫌かっていうと、やっぱレートがね、めっちゃ下がる。うん、十何下がってた。あ、引き分けで7か。引き分けで7は、きつい。相手だってレート800ぐらいだったもんね。それがもしね、レート400とか500の人に引き分けるんだったら、まあ、確率的に考えてもそんなに多いことではないし、まあ、実力的な差もあるのかわからんから、まあ、俺がクソーって思うけど、ちょっと今のはね、悔しかったね。また強い人来たね。うん。マナレベルええやんけ。大丈夫か。チャソさん。あれ、この人強い人なんじゃないか？多分、レート800でマナレベル A ってことは、試合数あんまこなしてないから、スタートダッシュ成功組？これはね、胸が高鳴るね。まあさっきの試合、挽回したいチャマがいますから、1889。あ、試合数39、そうだね。あ、じゃあ単純に、まだメンツが揃ってないから、レートが上がりやすいってことなのかな？ベイル、ロナウドはちょっと調子悪いですね。ベララビにしときましょう、ここは。そして、ナインゴランは、まあ、今回ちょっとお休みですね。マチューディ、スターリング、イスコ、あるかな？どうしよう。イスコ絶頂だからな。パス、そうだね、スターリング。まあ、スピードはスターリングの方が断然速いね。ちょっとどうしよう。まあ、前半スターリングでいいか。で、クリオビアク、あ、マチューディ下げて、ナインゴランもありか。そうしよっか。そうしよう。クリオビアクはちょっとお休み今日は。デマルコス、フィリペ、いいね。コスタ復帰。オッケーオッケー。相手監督なんだった。バルカルス。誰だろう。わかんないけど、頑張ります。ちょっと今日は集中モードで。ちょっと寝起きだからかね、前髪がテカついておりますけども。そんなの気にしてちゃ、女の子にはモテんぞと。女の子でもね、顔テッカテカの子いるから、ここにヒゲ生えてる子いるから、ちょっとうっすら気にしちゃダメ。言ったらモテないからね、ほんとそういうのを気にしないのがモテ。わかる？なんかそれをね、お前らはチャマくんの動画で勉強しろ。チャマくん鼻くっついてるよとか、髪の毛テッカテカじゃんとかね、太ったとか言っちゃダメ。かわいいね、それ分かった。何がどんな変化が起こってても、チャマくん今日もかわいいねって言わないといけない。それ言えば女にモテだから、女にモテモテモテ。ああ起きた。あ、出せたらな。コスタ絶頂だからな今の。オッケー、一回下げよう。きた、もう一回出す。いやーか、ミドルズドン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 打てなかった今。あ、これ入った。よっしゃー、これね、これまあちょっとあれではあったけど、もうちょっと奥にいた方が入りやすいけど、今の位置でもキーパーずれるから、あそこの脇がダイレで入るっていう。で今のは根下だったけど、多分あの位置だったらズドンでもよかったかも、うん、でも根下でも入ったよと。まあ、でも100% 入るとかないから、キーパーの能力とかにもよってちょっと変わってくるんで、まあ入らなくてもあれなんですけど、あの距離だったらシュートもぶれにくいし、あのスペースは確実に空くから、チャンスはあると。なるほどなるほど。あ、やばい。オッケー。はい、カウンターでも今手際良かったね、この人ね。やっぱ強い人なのかもしれない。いやーマジか。ちょっと今の、あ、フライパス悪いんだっけ、スターリングは。グラウンダーパスはいいけど、フライパスの精度は悪いの、まさか。取れる。チアゴ・シューバーナイス。パスも通る。ここ落ち着いてビルドアップ。よし。ああ、スタリン。ファウルか。オッケーオッケーオッケー。出しちゃう。コスタに出しちゃう。コスタ勝てるんじゃない、あれ絶頂だから。落とせ、いいとこ落とせ。いやあ、勝てる。そう。ちょっと危ないね、これ多分カウンターで突っ込んだらダメなパターンの人だと思う。結構突っ込み待ちな感じがするよ。ああ、ナインゴールはちょっと重いね、やっぱ。あそこ、まあでも今いないからな、今週。あそこで軽い人が。外の方がいいよ、外の方が。オッケー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 。迷わせてドン。よしよし。いいね。いいよ。守れてる。あ、これナイス。危ねえ、危なかったね。あそこ今もう一人の方に出されてたら結構めんどくさい処理になってた。あ、これはオッケー。いや、クリア。結構やばい、これ点入りそうな空気あるね。オッケー、ナイス。走らせろ、コスタ。おー、まあさすがにねまあでもコスタ絶頂だったらっていうのはちょっとね思ってた。まあでもいいや、うん、あそこで変に取られてカウンターぶっ込まれるよりはまだマシだった。コスタもよく頑張ってた。キーパーフッキーは大丈夫でしょ。怖いかな今のフッキーでも。なんか事故る可能性ある。これ勝てる。よっしゃー、オッケー。ベラルビ頼むよ。あー、クロスがある、まだ。あれベラルビってクロス悪かったっけ。ちょっとチェック。ベラルビとスターリングのフライパス。多分ベラルビそんな悪くないと思うんだけど、今の体勢かな。あ、ちょっと悪いね。76か。あ、でも絶頂でしょ。あ、73か。絶頂だったらベラルビ、まあまだ信じていいね。スターリングは割とフライパスなしかな、なし疑惑があるね今ね。オッケー。あ、これはあ、そっか、カウンターターゲット抜けてるわ。またタイム取らなきゃ。そっか、ベイルにつけてたからベララビに変えてカウンターターゲットなくなっちゃった。割とこう縦をこうケアしてたら嫌な人なんじゃないですか。縦で意識してるもんね、この人ね。オッケー。あ、これ空いた。よし、来た。よし、ロナウド来た。コスター、オッケー。コスター、もう絶頂コスターもね、ズドンパン、ズドンパンでいいから。ちょっと待って。カウンターターゲットつけないと。コンセプトアレンジでカウンターターゲット、大体ね、この、ベラレビ。まあ、普段だったらベイルの、この、右サイドハーフ。この人残ってもらって、コスタとワンツーしながら、みたいな。カウンターを終了させると。あー、オッケー。告白。あ、読まれてる。こっち。いや。お。ややこしいとこパス出してくるのは守りにくい、すごい。よいしょ。オッケー、ナイスリード。これ負ける？お、タミ頑張れ。タミ頑張れじゃない。ベララビ応援しないと。タミっていう名前がちょっと、なんじゃそうなって、ちょっとね、面白い名前だったから、言っちゃった。コスタ、オッケー。勝てるか？もう一回。お、何今。いや、うますぎだろ。ちょっと、スターリング起き上がりながらボールを上に浮かせるっていう、フリースタイルフットサルみたいな。あ、来た。こう、ライン上げてくるね、これね。うわ。来た。よいしょー。あ、ダメか。あ、もう一回。よっしゃー。入ったぞ、スターリング。俺、スターリング行った瞬間、終わったと思ったわ。でもよかったね、あれ。逆によかったのかな、あれ、うまいやつだと、なんかこう、ベタな定番、なんか隅とか狙っちゃって、キーパーに、もう1か8かで飛ばれるみたいな。で、止められるみたいな。で、スターリングもう爆発しちゃうもんね、今、シュートがドカンって。あれが良かったのかもしれん。スターリングの使い道かな、あれが。さあ、ベララビ絶頂見せてくれ。あ、これ抜ける。ベララビの絶頂！中に入れる。あ、ダメか。ラミだ。タミじゃないの？ラミかよ。なんだそれ。なんだその名前。この、多分この人は逆サイドチェンジでやってくるね。この真ん中に当てたら絶対来た方向と逆向く感じあるよ、今んとこ。もう一回こっちみたいなことはない。なるほど。ロナウド来るか。あ、ベラルビちょっと減速しちゃったよ。ちょっと多分ね、プレスに来られる方が、この人いなす方がね得意だと思う、この人。行かないとあんまり。ここら辺でね、こういうのどうでしょう。あ、ロナウド。こっち開く。ダメか。あれ、まあ、通れば、まあ、ほぼ、キーパーと1対1っていう形だったけど、ちょっとやりすぎたね。オッケー。いや、今のトラップうまいな。あ、これオフか。あー、オッケー。はい、ナインじゃん。おー、来た。おい。おら、あれ入るよ、絶対。あれ入るよ、あの感じ。あの感じは入るよ。オッケー。いや、コスタ、こけちゃってたね、今ね。足腰鍛えろっつってんだろ、お前。絶頂であれこけちゃうってことは、毎回こけちゃうから。オッケー。ナイス。あー、やばい、しくった。焦ってたな。2点差で勝ってんだから、焦る必要ないのに。上げてくる？ OK。あ、やばい。外、ナイス。これ蹴っちゃう。あー、しくった。お、ナイス。ナインゴラン、いい読み。そしてここは走るでー。お、走ってる。OK。走った後、ベララビはね、割と、何もないんだけど。選手変えるか。ベララビ。いや、でも使いたいな。この速さは魅力的だよね。ベララビを、あれ、イスコ、ピンポイントグロス持ってるインシーニェか。だから、ベララビがグイーンとここライン上げて、後から走ってきたインシーニェにパス、そっからクロス、神。あとは、ロナウド、ナインゴラン、イスコか。イスコ、ナインゴランどうなんだろう。フラスル強いもんな。あれインシーニフラスル多分高いよね。あ、高いね。オッケーオッケー。ファンダイク。ファンダイクが、ドゥバン何？ドゥバンサパタ。でかそうなやつが来たんで、デマルコス。ちょっと、まあでもリード、チアゴシューバー絶頂だから、大丈夫だろ。オッケーオッケー。誰に蹴らせる？フェリペにするか。インシーニでしょ。ピンポイントクロス持ってるし。オッケーオッケー。こっち、懐かしのこっちの。あ、来た。ほら。いやー、くそ！キーパー出ちゃったか。めっちゃいいとこいたのに、今、ナインゴラン。みんなに、ナインゴランのね、ゴールをお披露目できるとこだったのに。でかいな、こいつ。オッケー、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 出そう。あ、やばい。あれ相手何？2人いる？あっち。1人倒れてた？どういうこと？オフサイドラインめっちゃ下がってたよね。なんか知らんけどさ、相手のディフェンスラインよりめっちゃ後ろに我がチームのメンバーがいたから、何これと思ったら、あ、これ、出せ。よし、来た。これ入った。あれー！あ、入った。コスタ？あれ？コスタ絶頂？あれ、足が違う？いや。コスタ絶頂？あれもうちょっと近づいて落ち着いてループっていうとこだったかな。ちょっと気持ちよく決めようとしすぎた。あれめっちゃ空いてる。相手ライン高いのか、違うな。ベラレビー！ちょっとベラレビーはね絶頂だから信じようと思ったらまああれは無理ですわな。あれも無理。うんまあでもまさかこっから追いつかれるパターンある？調子乗ったプレーが2本出ましたけど。ね、最初集中してやるよって言ったんだから、集中してやんないとね、外ダイレクトでポンポン繋いでくるね。蹴ろう、これは。あ、コスタ？あ、ある。インシーニいいよ！よし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 。キーラン・ギブス。中、繋いでくんのかな、この人。オッケー。危ねえ、キャッチじゃないんだ。例のっていうのは、キャッチの、あのキャッチっていうことじゃなくて、例のっていう選手名ですね。よしよしよし、ナイス。中結構繋いできて、ワンツーでちょいみたいな感じか。あ、誰もいない。なんで？ほら、ベララビー！ほら、速いでしょ、ベララビー。めっちゃ速い。そしてこれ。で、ここピンポンあるから。いや、ダメだ。コスタに行かなかった。でも、ベララビーが上げるよりは、まあ、だいぶマシやな。勝てる。よっしゃ。打ってあいであ、これ。ほら、コスタ！せっかく。よっしゃ、やった、入った。いや、よかった。よかった、コスタ。今ね、ロナウドがドリブル、そんな上手くないのに頑張ってくれました。オッケー。あそこね、まあ、スターリングとか、インシーネとか、それこそネイマール・メッシとかだったら、まあ簡単にコネコネできるんだけど、なかなかね、しんどい苦行だよ、ロナウドで。コネコネは。ベララビタイプだからね、どっちかといえば。縦の速さみたいな。トップスピード乗ったら止められんパターンやからな。はいはい。おいしょ。ダメ。あれ、もう一回パス戻すと見せかけてズドンしようと思ったんだけど、ナインゴランがいいとこいるね。あんた好き。ていうか、デマルコスいるから、イニシーネじゃなくても、ベララビからデマルコスに下げりゃよかったのか。オーケー！やったよー！いやでもこれ気持ちいいよね。気持ちいいよ。まあちょっと何本かあれが入れば気持ちよかったなっていうシュートがあったんだけど、まあ何よりスターリングの2点目かな。あれ素晴らしかったね。あれちょっと FIFA みたいにさ、これ選べるようにしてほしいよね。これね、何点目見ますかみたいな FIFA 選べるからね。これも良かった。これも最高だった。どれだっけ、スターリング40、これ、まあ、事故からのなんだけど、あ、事故からじゃなかったっけ、事故か、あ、そうだね、これからの。いや、これ気持ちいいわ。これ素晴らしい。シュート力が爆発してた。まあ、ヘディング勝ってるっていうのもがまた良かったよね。いや素晴らしいわ。かわいそう、ハンダの道もうおかまみたいになってる。もう情けない姿であんななって。これ決めた、これ決めたっけ。あ、これ決めれないやつだ。うれやったねー。ほらもうちょっとカーブしてるからもうちょっとね、あれ入ったらめっちゃ気持ちよかったよね。うん、ということで見事解消した茶葉ありがとう。ちょっとね、まあでも今日の1試合目のね負けが悔やまれるところですが、頑張っていきましょう。みんな明日は月曜日、勉強頑張ってね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。バイ。